マノッチです、今日から新企画、外国人オールスターでペナントやっていきましょう。はい、プロスピ2022でやっていきます。んで、チームは日ハムにしました。日ハムのチームを潰しました。あのパワープロと違ってオリジナルチーム作れないんで、日ハムを潰しました。まあ、日ハム潰した理由としては、2022年度最下位で一番、まあ、勝ち星が少なかった、セパ合わせてというところで日ハムを潰しました。で、まあ、選手は、こんな感じですね。はい、助っ人外国人の寄せ集めでございます。はい、で、あのワンボーロン選手とか、ソンチャンホー選手とか、アジア枠というかの助っ人外国人は入ってません。あの人数的に無理で、あのカタカナ表記の助っ人外国人を全員入れたらちょうど70人だったので、ビタッと70人で溢れることもなくということで、ビシッとこの選手たちでいきます。んでね、問題というか不安要素がもうあって、キャッチャーなんでね、まあマルティネス選手がいてくれるのは全然いいんだけども、あと適性持ってるのがレビーラ君しかいないで、レビーラ君のキャッチャーもちょっと怖いじゃん。だからまあちょもうここだよね。マルティネス選手が大きな怪我でもしようもんだったらもうアウト。まあてかもうこの2人だよね。この2人がもう消えたらもうその時点で詰むから。で、人数制限70人でしょ。でもうビタッとハマっちゃってるから、新しく獲得することもできないんだよね。でもこの2人でやりくりするしかなくて、でサブポジみたいなのつけれるかなと思ったら、多分オフシーズンしかつけれないんだよね。でなんかうまいことついてくんねえかなと思って、アルカンタラ君に一応守備練習はさせといてる。キャッチャーの運よくついてほしいなと思って、いやもう無理だと思うけどね。はい、っていう感じですな。はい、やっていきましょう。試合は監督プレーでやっていきます。できればね全員出したいんだけど、うん、まあちょっと野手はいける、人数的には。問題は投手かな、多いんだよ。でリリーフピッチャーは相当強いね。ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレース。で、まあ、パワーもある。ただバットに当たるかどうかは謎ぐらいのミート力、チーム全体的にね。ソフトバンクホークスはここペイペイドームにファイターズを迎えての開幕戦となります。解説は小宮山悟さん、西俊さん、なんとも言えないとこな。今日は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞ。はい、優勝は正直難しいかなとは思ってんだけどね。思ってらっしゃいますか。これ早送りできなかったっけ。きちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。そう、打ちました。詰まりながらもライトへ。ここで早送りか。ここは外野へのフライ。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番に入っているオースティン。あれ、これカウント、あの結果出るカウントからのスタートだっけ。マウンド上、千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをファイターズ。あ、じゃあ早送りもする必要ないか。なんか俺1球ごとのイメージだった。バットに当たりません。三振。じゃなし。3アウトチェンジ。この回ファイター。守ります。さあ今シーズンはご覧、三森が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高め打ちました。破りました。センター前。あと守備力だね。守備力も。さあ一塁には先制のランナー。何かやってきた盗塁系が。守備力ももう不安しかないな。選手なんで送らず。いい当たり。ウィーラー。アウト。わ、よく取ったね。絶対間に合わないと思った。さあ先制のランナーが一塁です。バッターは牧原。そして一塁ランナー。でコメントは。さあそしてシャープ3から、前々回のものを読んでくるって形です。はい。瞬間はどう
かと思ったんですけどね、意外とのまあなあ、ちょっとまだその何2022監督プレーの投打のバランスっていうのはまだあれだけど分かってないけど、パープルよりは全然点取れると思ってるから、で攻撃力はまあそこそこあるからさ、チーム的には。まあ3点ぐらいどうにかなるでしょ。2回になります。追いかけるファイターズの攻撃、バッターは DH マクブルーム。さて今日マクブルーム君、やっぱ赤いユニフォームが似合うな。さあこれで決まるのか。三振です。どうにもなる気がしない。ご覧いただきましょう、素晴らしいストレートを投げ込んできました。変化球で空振りを取ります。さあこの2022ってユニフォームのさ選択の時にさ、なんか特別ユニフォームとかないのかね。あればいいんだけどね。あーこれストライク先行変えてもよかったかな。ホークスの攻撃、バッターは今宮。2球目打ちました。俺これね思うのが、5回までに勝ってればほぼほぼ勝ち拾えると思ってんだよね。相当リリーフ強いから、だそこまでだよ。なんか踏ん張れるカーってとこだよな。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ランナー三塁、コーチ派遣いきますか。ここで中間守備で来てますから、ショートの左抜けました。サードランナー、いやーまあ4点。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあこれの時にね、千賀選手から4点っていうのはちょっとしんどい気がするんだよな。つえなソフトバンク。バッターボックスには3番牧原。ホークスこの回1点を入れています。さあ打ちました、流しました。いや強い、三塁線落ちてフェア、サードランナーホームイン、ホームに送球、足速いし。ファーストランナーもホーム2回で6点。待って、そんなに差はないと思ってんだけどな俺は。まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけています。大丈夫、この打球は落ちそうだ。大丈夫じゃねえし、そんなきついか。バッターは今日 DH に入っている正木。よし、この打球はフライになっています。いやもうね、戦力増やすこともできないから、もうこの70人のメンツで頑張るしかないからさ。まあまあまあ、まだ全然序盤よ。1点ずつ取ってくる。内容も変わってくるもんなんでしょうか。オッケー、外れました。先頭バッターを歩かせます。小技云々のチームじゃねえかな。どんどん行こう。してしまいました。ナガチ、一二塁間を破る。いいですな。ピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。インコース詰まりました。いや能力的にマルティネス選手はもうちょっとね、こう中軸打たせてもいいのかなとかってあったんだけど。序盤から点差をつけてますから思い切ったピッチングができると思いますね。なんとなく、なんとなくだけど、9番バッターが一番疲労たまんないと思った。ワンアウト満塁。悔しさがにじみ出ます。もうここ行くしかないでしょ。ここで声をかけました。ホームランが理想。レフトに持っていった、ぐんぐん伸びる、入んないのかい。ダイレクト、あまあまあまあ、もう今日中継にボールが送られる。セカンドランナーも今ホームイン。ファイターズ3番バッタービシエド、はい、引っ張った、取った、三塁そのまま入ってフォースアウト。まあここが勝負だ、使ったけど。今回ファイターズ点差を縮めていきます。7対2ファイターズ、うん、点は入ってよかった。もうピッチャー変えるわ。ここまでの試合展開どのようにご覧になってますか。うん、まあ一方的ですけども、まあこういう試合こそ集中力を切らさないで。いやごめん、本当にそうですよね。ロングリリーフとかってイメージはもう誰に置いてもないんだけどさ、
どうすればいいの。スタミナ54、58、ワゲスパックな。3イニングぐらい投げてくれりゃ。今スロースターター持ってたな。とりあえずスロースターターさえ取れれば。俺今これさ、早送りせずにやってんだけどさ、動画の尺的にどうなのかな。25分ぐらいで終わってくれりゃいいんだけど。次が3球目、インサイド落ちました。この辺りはどうか。いや、まあ試合展開的にもどうなるかわからんけどさ、この回ホークス程よい尺で終わっては欲しいなと思って。4回の表追いかける。早送りするとね、あれなんだっけ、実況なくなるじゃん。いいね。バッター歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。頑張れ。いい当たり。いや、1点でいいな、欲しいな。いや、まあ、なんてなってもいいんだけど、ここは取っておきたい。バントできねえかな。ここは長打を打たれないように引っ張った。高い打球レフトへ。バーサス使うならミート力 C の選手とかだよね。まあホークスとしてはなんか指示出そう、出してみようか。長打気持ち的に楽にピッチングできますからね。なるほど、そうですね。空振り。ここはランナーを返させません。腕の振りがいいとついついまっすぐに見えちゃうんですよね。はい、ミートかな。このボールは、いや、どうする。フォアボール。これで2アウト満塁。悔しさが。使うならここだよね。使ってみっか。使うが。なんかまともにやってもなーってところはなんかあるよな。もう勘だよ。ここら辺だ。これが。あ、惜しい。あ、当たった。大きな打球だ。よし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 。空振るかなと思ったけど。そしてセカンドランナーも三塁回っています。いいですな。ファイター警戒していた相手ですが、タイムリーが出て点差が縮まります。素晴らしい。そうですね、次打たれたら流れ。さあ続け。これが初球。外の球打った。高いバウンドになった。よしよ、じわじわ来てるよ。入って一塁アウト。これで3アウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃。さっきの回は良かったからね、ワゲスパック。いや、これ。まあ、先ほどのヒットはいい。2球目打ちました。3イニングぐらい投げるかな。1番に帰ります。なんか微妙じゃね。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ここも見送って。なんか指示出してきたら足の警戒。大丈夫。まあ盗塁するならキャッチャーの肩を切る。引っ張った。ライトに上がった。いや、開幕戦になんかピッチャーバカみたいに使いたくねえんだよな。バッターボックスは3番牧原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強いですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。いや、バッター勝負。そうですね。2アウトになっています。平行カウント。よし、いや、もう1イニング行きたいな。ランナー出ましたが、ホークス得点はありませんでした。4回終了7対4。ソフト、あ、そのままになっちゃった。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いや、今日はね、いい試合展開だと思いますね。打線がよく打ちました。ショートが取る、はい、一塁送球アウト。ワンアウト。バッターボックスビシエド。先ほど俺これシャープさんいつ頃取るのかな。ちなみに俺これ取ってるの2月の13日なんだよ。バッターボックスには指名打者のマクブルーム。もうこの動画がアップされる頃には、打ちました。これはどうだ。もう全然進んだ話が終わってる話だと思うんだけど、2月の17から21日かまで取りだめをしてるはずなんだよね、俺はね。プチ旅行に行きまして、だからその前にちょっと取っておきたいなと思って今取ってるんだけど。いや、いいですな。
よし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 。このイニングラスト頑張って。そうすればあとどうにかなるから。よし、いいね。助かった。ナイスチェ。さあ3点ぐらい。どうすかな、ミートでいく。何やかんやうまくいってるよ。5番バッターエチェバリア、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。どうまい、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。いやプレステみたいにさ、スイッチもさ、応援曲ダウンロードというかその画像で入れれればいいんだけどね、できないよね。それがね寂しいんだよ。先ほどの打席、応援曲欲しいわ。空振り三振に倒れています。際どいが、今俺手打ちで持ってるのがアイドルしかねえからさ、全員アイドルになっちゃうからさ。お、変わったよ。さあマウンドに上がったのは香山、今シーズン初登板です。さあつなごう。え、なんだバーサスある？ないよね。あ、うわ、次が7球目。打ちました、右中間に上がった。この打球はフライになっています。ちょっとまたあれですな、チャンスがあればミーと C の選手が来た時にバーサス行きたいね。ペチョ交代。いやー贅沢な使い方ファイターズ贅沢な使い方よ。引っ張った、ここは打ち上げています。選手の能力的な話で言えば、先発ピッチャーは今2軍にいる選手と入れ替えてもそんなに差は生まれないと思うんだよね。なんとその、まあ、大体同じようなレベルというか、でリリーフも誰と変えても同じようなレベルなんだけど、そのレベルはとにかく高い。本当にリリーフはすごいわこのチームは。小宮山さん、リードをして7回を迎えているわけですが、ちょっとバーサスどうします、使っちゃいますか。ことがポイントになってきますか。まああとはブルペン次第ですよね。なんとなく自信があるんだよ、ここなんだよ。当たんねえかな、はい、三振を取りました。ワンアウトです。いやーバーサスな、バーサスの人気持ちいいよな。さあ2球目は何か。2球目打ちました。自分が使う分にはいないけど、相手チームが使うと冷めるのが嫌だよね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。反撃したいファイターズでした。西さん、打線がつながっている時というのはやはり自分もその流れに乗っていけるものなんですか。いやもちろんですね、こういう時こそね、開幕7回の裏2イニングぐらい行ってもらう。スタミナはあるよ。さてこの三森、どういったタイプのバッターでしょうか。なんか勝ってる試合ならまだしもな、負けてる試合で本当に使いたくはない、あんまり選手は。バッターは2番周東、今日はまだ当たりがありません。ワンアウト、インコース打ちました、いい当たり。いやーナイバッチ打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。あ、俺ね、あとねこうチームというかその打順ポジションというのがいろいろ考えて、待ってマッチ分かんなんだ。追加点が入るとぐっと勝利が近づくでしょうからね。なるほど、ここが勝負だか。これはきつい。さて西さん、バッターのまた初球。さてよし、守備のポジションとかもろもろ決めるときに、まあ、ランナー本当に困ってるのがセンター誰にしようかなというところ。あ、バーサス、これがね寒いんだよな。西さん、この柳田、はい、空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。攻めきれませんでした。さあマウンドを任されたのは、さあ塁出てくれ。初登板です。引っ張ったサード取った、あと盗塁とかそういうのはねできません我がチームは。できそうな選手はなんか、まあ、足の速さだけで言えばってとこあるんだけど、いわゆるスモールベースボールは
ちょっと無理そうな感じかな。反撃したいファイターズでしたが、8回の裏ホークスの攻撃、バッターボックスには指名打者の正木、今日はまだこれはバット出ず三振です。なんかこういや、まだ試合は終わってないけど、最初だけだったな。引っ張ったファーストが取る。もうこれはもうたらればだけど、7失点もする前にどうもう変えておけばっていうところあったよね。打ちました。ここは打ち上げています。2回で変えれますかっていうさ2回投げ切る前に、なかなかちょっとその選択肢はないもん。最終回のマウンドに立つというのは小宮山さん、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあそう。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。一応ダイソー行くか。うん、完全にすっぽ抜けです。間違えた。サンタナ。今日は2つのフォアボールを選んでいます。このボールは狙い通り。外れてフォアボール。得点圏だ。ダイソー行くかってさね。どうにもないもんな。特に足速い選手がいるわけでもなくだ。代打いきますか。まあ、うん、もう足はこのままでいいわ。ミート力ある方がいいよね。調子的にはグラシアル選手になってくるんじゃない？バッターボックスには代打のグラシアル。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。大体みんなチャンスよ。応えたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。頑張れ。小宮山さん、ゲッツーを狙うには。まあ。ここは打ち上げています。バーサスいきますか。ワンアウトランナー二塁。ここで。ここ。惜しい。かあ、当たんねえか当たんねえか。1球目かな、1球目、1回目のバーサスかな。アングラの外れっぷりでもヒットになったから。いや、非常にいい組み立てでしたね。いや、ミートでいいよ、任せるよ。ピンチが続いてるわけですけど、このまま点をやらずに切り抜けたいですね。うん、そうですよね。お、高めのボール打った。さあ、面白い。ナナチェ、セカンドランナーサード間パスを蹴った。セカンドランナーホームイン。いいよ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 。警戒していた相手ですが、ここでタイムリーを打たれて。さあ、オースティン君頑張って、チャンス強い、逆境持ち、素晴らしい、行け、頑張る。これが6球目。最後は高めのボール球投げてしまいました。次は誰だ、ビシエド君かい。ここで、さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入っています。お任せるから。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。頑張って。さあ、ピンチは続き、満塁という場面。来たよ、次。これで1点差。この企画の主人公だから。さあ、そして打席にはマクブルームが入ります。うーん、怖いバッターが続きますね。頑張れ主人公。なおもピンチが続き、マクブルーム君頑張って。うぇい、これで同点となっています。うーん、確かに甘くなって長打避けたいケースでした。バカみたいな試合だぜ。こういう状況はリズムが崩れますからね。代打。このバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべきエチェバリアが打席に入っています。チャンス F、 チャンス D、 バルラ君だな。今日これが来日初打席となるバレラ。来日初打席だって。ここは一気に行きたい場面ですね。この場面は非常に大事になりますね。そうですね。優しいもん日本の優しい心をお持ちだもの。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただんで、守備をちょっと待って、さあ待てよ守備大変なんだよこのチーム。とりあえずもうこのまんまでもいけるはするんだけど、さすがにここ変えるか。こうだな、こんな感じでいこうか。でリリーフ
今9回で25分ぐらいでしょ、まあ、今日はちょっと延長に入りそうだから動画長くなっちゃうけど早送りせずともいけるね、大丈夫だね。セカンド正面、一塁アウト。バッターボックスには9番甲斐、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。外れてフォアボール。セバ、なんか今思ったんだけどさ、いやそうですね、これはね、相手のあの押し出し、嘘だろ、あ、びっくりした。押し出しが続くことってなんかちょこちょこなんかあった気がする、前にも。打席には2番バッター周東、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。ストレート打った、ライト前へ抜けて、ポーチャーキンいきますか。ライト前ヒット、これでマルチヒット。これ相手バーサス使ってこない、バッティングご覧いただきましょう。いや多分バーサスだよね、これで。ちょっと待ってちょっと待って、急げバカ野郎バカ野郎、早く動画終わりたかったか。あのうちのレフト誰、ごめんライト誰、サンタナ君か。めっちゃファーボール選んでんな。そりゃやんなるわそりゃやんなるわ。いいよ、休もう休もう。大きいがではないでしょ。ああ、いいよいいよ。よし、終わりますか。そんなに日程進めずに次の動画撮ろうかなと思ってます。これ選手な、覚えるのが大変。覚えるのが大変というか、その誰出してないっけ、出しちゃっけの判断、やっぱ日本人選手に比べて圧倒的に頭の中に残りにくいな、それをすげえ感じるわ。はい、ということで、終わり、さよなら。Show of God.